今回のこのショートのスタイルも ある程度切り終わったんですけれども、表面の長さをあんまりミセスの方で切ってしまうと、みんなさ同じようなスタイルの長さになっちゃって、ショートボブのみんな同じような感じになっちゃうんで、上の方ふんわり束感を出すのが必要になってます。で、まず上の方をどうやってふんわりさせるかっていうと、これペンシルシザーっていうのを使うんですが、このペンシルシザーっていうのを使ってやっていきます。で、ちょっともう切っちゃったんであれなんですけど、まずこういうふうにスクラッチカットっていうんですけど、これ入れていくんですけど、この時に、ポイントがあって、その例えば今日 あのお客さんの場合だと、ここが潰れやすいんですよね。っていうことは、例えばこれ皆さん適当に入れちゃったらあんまり良くなくて、例えばどこのここの潰れてるんであれば、そぎの位置を深く入れすぎちゃうとここが潰れちゃうんですよ。なのでこの重さが欲しいんであれば、この潰れるところの重さを残しつつ、この部分だけそぐと、こうですね。で、入れれるところは奥まで入れるって感じです。ここは入れちゃダメなポイントなんですね。で、入れれるポイントとしてはどこかっていうと、ここですね。この部分っていうのは、サイドから見たときに結構動きがあった方がいいので、この辺は長さ残してあげた方がちょっとおしゃれに見えます。なので、このセンターのところはちょっと重さを作っておかないと、横から見たときに結構絶壁に見えちゃうんですよ。なのでぶっちゃけあんまりここは空いてないんですよ、わざと。で、このセンターラインはあまり空かないで重さをわざと残します。そしてこの辺を軽くしていく感じですね。で、先ほど言ったようにここの削ぎの位置は、ここは潰れるなっていう認識なので、この辺に入れます。そして次は、ここもまだ潰れるエリアなので、あまり奥まで入れちゃうとダメなんで重さを残します。なので、この辺だけをスクラッチします。動きを出すので、で、このボンのくぼあたりになってきたら多少奥まで入れれるのかなっていう感じで奥までこう入れていきます。で、下の方も奥まで入れていきます。で、僕が下からやらない理由としては、こういうスライドカットってこうやってやる方いると思うんですけど、これってなぜ僕やらないかというと、どうしても右利き左利きの癖が出ちゃうんですよね。どうしても体の構造上こう入れるってのは結構難しくて、右と左は同じ条件で入れないので、僕はこっちのスクラッチカットっていうのを推奨してます。トップに関しては、結構動きが欲しいお客様なので、ここは奥まで入れないと動きが出ません。で、重さが溜まってると動きが出ないので、あと切りすぎちゃってもダメなんですね。結構長さを切りすぎると動きが出なくなるので、長さも多少今回のお客さんの場合は残してます。で、ここは奥行きを結構入れてます。下まで。ここは高さは欲しいんですけど、ちょっと動きがとにかく欲しいので、こういう骨格調整する時のこういう重さが欲しいとこはあまり奥まで入れない方がいいです。で、この辺は動き出したいのでスクラッチを入れていきます。で、今回のポイントとしては、実はこのオーバーダイレクションを結構使ってるんですけど、じゃあなぜオーバーダイレクションを使うかというとですね、どういう風に使ってるかというと、ちょっと分かりやすくやると、センターにここを全部集めます。わかりますかね。で、届くところ、この真ん中に1本、例えばこうトサカというかこういうのあったとしたら、全部真ん中に集めますね。届くやつは簡単に言うと、で、全部集めます。まあ、切り返しっていうのでよく使う方がいらっしゃるんですけど、センターに集めますね。で、そうすると展開図がこのような感じなんですけど、ここの部分だけアームシザーでぐるっとこうブラントでこういう風に切っちゃうんです。集めたやつをセンターだけ丸く切ります、ね、じゃあなぜそうするのかっていうと、横から見た時に、この辺はもう根元から動き出して潰れても全然いいんですけど、ここって重さが欲しいんですよね。じゃないと高さが出ないんで、今回のお客さんの場合でしたら。なのでここはセンターに集めて、このセンターのところはアウトラインを作るためのラインなので、ここは重くちょっと短くします。で、サイド、この辺のところもオーバーダイレクションして長くなってるんで、この辺は動きが出せると。で、センターも同じように、センターのトップですね、ここも同じようにちょっと今分かりやすく手でやりますけど、1本この真ん中のここですね、真ん中のところに全部集めます。ほんと簡単なんですけど、で、そうすることによって、この横から見たアウトラインがここで作れるんですね。ここも僕ブラントで割って切ってますね。切っ
で、そうすることによって、この集めてるからちょっとこのミドルの 8あたりかこの辺の長さ残るんですよね、こうやって切ってるから。なんでこの辺の動き出せますし、でセンター の高さもやっぱ欲しいので、ここはちょっと短い方がいいので、ここに全部集めたところをバーって切って、でちょっとその状態で、長くしたいところは長くして、でサイドは2セクションで今回切ってます。なぜかというと今日のお客様はここをかけて、ここに白髪がちょっと多いので、ここをかけることによって上のを下ろしてスタイルを作りたいということだったので、サイドをちょっと残してます。その場合は、2セクションでここはカットします。ここはディスコネクションが入ってて、基本的にはこの R シザー R2 セニングっていうのがあるんですけど、これラインも作れるシザーなので、普通のショーバルタンっていうカービングでこうガーって削ってもいいんですけど、ちょっと完全に削られちゃうとラインができすぎちゃうのが嫌だって方もいらっしゃるんで、僕はごまかしながら切りたいので、こちらで、この R2 セニングっていうので、ここからこういう風に側面を削っていく。でなるべくここの重さは残して徐々にこうつなげていく感じです。その時はステムは90度に上げて、ここから徐々にこう、で今度ここもつながないとダメなので、ここも同様にここからグーッてつなげていきます。まあ、レザーカットでこうするような感じですね。レザーでこう切るような感じです、イメージ的に。でここが開きます、そして上のをかぶせますって感じですね。そうすると、まあ、結構ね若い方でもこういうスタイルよくやってると思うんですけど、こういうようなこの辺がこうちょっとあってふわっとするスタイルがどの年代でも作れるので、結構いいかなと思います。ポイントはこのセンターの正中線の重さですね。ここの重さ、あと襟足が結構癖があるお客様ですので、こういう場合はどうするかっていうと、シェイプを下にしながら、この T4 セニングってこれ 8% なんですけど、これでバーってこの下げながら、ちょっと今日切っちゃったんでやんないですけど、このままバーって少しぼかしながら切っていきます。シェイプしながら、もしくはちょっとウェットの状態でしたら、ビリーっていう技なんですけど、レザーでこういう風にバーって削る場合もあります。で結構この辺の癖毛の処理としては、その T4 セニングで例えばこういう風にすごく後ろ側にこうなる癖だったんですよね、こういう風に。なんでこれを前に強調したいんで、前側にツイストさせた状態でセニングを入れます。なんで流れもこれで作るような感じですね。こういう感じの癖なんですよね、ちょっとこういう風になるっていうか、後ろにこうなっちゃうっていうか、 なかなかこう来てほしいんですけどならなくてですね、そういう場合は無理やり、その流れと反対の方にツイストしながら、T4 セニングで毛先を細くしていく感じですね。それでこうなじませる感じです。で、ネープの方はなじませてる感じですね。ちょっと生え癖がちょっとあるので、例えばこことかもこっち側にちょっとツイストして、これで、まあ、8% スイングがあんま取れないんで、でなじませる感じです。そうするとこっちに流れがいってくれるんで、ですかね。前髪は僕は結構ブラントで切るのが好き、ブラントというかな、Rシザーで結構ラインを切るのが好きなので、前髪って結構まとめてこう切らないんで、束ごとに取って R でちょっと削って、でまたやって R 削ってって、束をこう作っていく感じですね。まとめてやるとどうしてもちょっとラインが出すぎちゃうんで、この側面を削っていく感じですね、横のっていう感じにしてます。あとこの辺は、例えばここにちょっと軽さを出したいっていう場合だったら R2 セニングっていうので、ボーバーを下の状態にして、まあ、通常のパターンですね。ボーバーを下にして、下にしたからここに、はい、ボーバーをここに入れた状態で、この R2 セニングで、このような感じで削っていくと。そうするとここに細いラインがこういう風に作れて、ちょっと軽くなりますね。ちょっとこの辺のニュアンスは作れます。こういう感じです。で、この辺がちょっと動きがこう出ると
ちょっとこの辺も重いなと思えばこれでちょっと取れます。ただこの辺のニュアンスも結構軽さが出てよくなりますね。骨格調整するための重さの位置っていうのをしっかり残さないと、だからベーシックカットってあんま使えなくて、こういう風にその場所で、どういう風にしたいかっていう感じの思いがなければ、ベーシックのカットっていうのはただのハサミの使い方にしかならないので、そういう感じでどういう風にしたいのかっていう思考を持ちながらやっていくと、いろいろこうバリエーションが増えていくのでやってみてください。